はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、チョモランマタケシです。今日も元気に NBA2K モバイル、実況の方やっていきたいと思います。はい、今日はですね、見てください。このパックのキンキラキンの感じ。パックのね、このラインナップの感じが、今回運が良くてね、ゴールドパック4つに、そしてスーパーパックが久しぶりに1つ出ましたので、今日はこちらのパック5連引、やっていきたいと思います。お願いします。チョモランマタケシの NBA TV。 はい、じゃあまず、右からやっていきましょうかね。右から最後にスーパーパックという感じでやっていきます。マジでスーパーパックはめちゃめちゃ期待できますんでね、やっていきましょう。じゃあまず一発目、ゴールドパック。お、一本だけ。これはね、多分ドラフトピック18年じゃないかな。いきますよ。あれ、嘘、鍵消防、これ。消防、スタンダードの鍵なんていらないからね。ちょっとやばいよ。出だしからつまずいたよ。やばい。大丈夫かな。まあ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 、スーパーパックが控えてるんでね。安心してはいるんですけど。お、2枚。1枚、2枚。渋いね、今回。いや、鍵5個目なんだけど、これ。鬼キス。うわ、ゴールドパックにしては今んとこ2つとも外れですね。じゃあもう1枚引いていきましょう。3パック目。どうでしょう？ 3 枚来い。とりあえず3枚来い。OK、OK、OK。とりあえず3枚。3枚来ないと始まんないですからね。まずじゃあ右から。鍵6個目ですね。オニキス、OK、OK。ここでオニキスは期待できます。左に行くと跳ね上がるってパターンが多いんで、まあダイヤ以上は、まあオニキスの場合もありますけども、ダイヤ以上が期待できるこの1枚。お願いします。あー、オニキスのパターン。外れですね。やばい、ちょっと今んとこ外れなんだけど、全部。4パック目。まず、とりあえず3枚来い。オッケー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 。じゃ、右から。鍵7個目、おい。ふざけんな。お、ダイヤ来た。おーっと、ここでダイヤ来るパターン？っていうことは、左や、もう、ピンクダイヤ確定でいいの、これ。お願いします。おー、ダイヤ。まあ、これは当たりでしょう。これは当たりですね。ダイヤ2枚なんで。うん。オッケーオッケーオッケー。気づいたんだけど、だんだんなんか、運がいいのが出てくよね。だ最初鍵3つでしょ？で、次オニキス。で、次ちゃんとダイヤ来て。これやばいんじゃないですか？じゃあ、いきます。この演出もいいんだよね、スーパーパックの。わ、このキンキラキンの感じ大好き。じゃあ引いていきましょう。お願いします。3枚来い。3枚来た、よし。いやー、この瞬間マジ震えるんだけど。まあ右から行きましょうね。安定の右から。まず、お、エリートギア来ました。エリートギアはね、欲しいです。うん。まあ、とりあえず、引いても損はない。じゃあ2つ目。ブースト。まあ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 、しょうがない。こういうパターンもある。こういうパターンもある。そして、左で爆上がりするパターンだね。じゃあお願いします。頼む。来い。これだったら1個前のダイヤの2連チャンの方が良かったじゃねえかよ。おい、ふざけんな、期待させやがって。いや、やっぱり渋いスーパーパック。はい、という感じで、スーパーパック、まあ期待はできるんですけど、確かにレアなパックなんで、まあ演出がいいんで、それだけでもちょっとまあ弾けるだけでありがたいっていうのもありますけど、やっぱりどうしても私レベルになるともうピンクダイヤしか、欲しくございませんので、欲しかったところなんですけど、まあ残念ということでございました。チョモランマタケシの NBA TV。 はい、まあという感じでね、今回ちょっとパックの動画を弾いてみましたけれども、参考になりましたでしょうか。ぜひ、この動画が参考になった、いいねと思った方は、高評価チャンネル登録お願いいたします。では今日はこの辺で失礼させていただきます。バイバイ。いや、やっぱりパックは渋い。